はい、おはようございます。おはようございます。さっき、原田。はい、連絡。あ、横浜、横浜。ごめん。8時以降だったらお母さんにお願いいたします。以上です。はい、じゃあ上地長お願いします。お願いします。最初はYouTube に特化させた企画と思ったんですけど、はいはいはい、インスタの動画自体は普通のフィード投稿だったら、前のサロンというかこっちに入る直前ぐらいから始めました。なんで4年前ぐらい。4年前。あ、大丈夫ですよ。そう重富さんさ、はい、全然ありがとうございます。完璧です。ここで？はい。あ、はい。すごい。雑談。Vlog 用のカメラで。来てるんですよね。これ使ってって言われて。これのカメラの、この社長室で、まずじゃあメイクで上目。大丈夫。結構なんかもうこの辺寄りで大丈夫です。でいつもこう対比ができる感じの写真。そうしたら指の時は普通に立てかけて。ありがとうございます。
開発段階なんで、まだエプロン作ってるんですよ。さあそう、一番最初カットのみのご予約でご変更はなかったですか？はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。一元くる。はい、はい、柔らかくなるのにしますね。じゃあお願いします。4-5cm ぐらい大丈夫。なんで手を置いたの？あまりにも長くて伸ばす。楽しかったですよ。ドドドドは最高に美味しい。確かにこの感じは地元ファンのがぴったりな感じですね。化粧、水、美容液、乳液、クリームだとして化粧液ってないじゃないですか。フローラドリップしかあれやって化粧水もするんですか？あれ、普通に化粧水やって、彼氏募集中って書いててください。ちょっと問い合わせ来ないと僕彼氏にしてくださいとかしてから来てください。ですね、あんまりかっこいい。じゃあお預かりします。空いてるんですよ。いつも巻いてるんだったら。そうそうそう。ありがとうございます。からどうでしょう。めっちゃ意識はしてるんですけど、あの豆腐量合わせ、あ、でもまだ甘いんですね。なお、これってない。あれはでもウエットから始めないと。あ、そうです。一般的に。あの感じ。パサパサみたいな。パサパサでした。シャス。お疲れ様です。あ、そうですね。パルコのとこ左だ。私の多分発信の仕方とまなえちゃんの発信の仕方ってちょっと異なるので、自分が企画したやつが締めになるから自分が生み出したみたいな。